森ゆこは革新犯の職法少年、維新浅田ひとし。本日、日本維新の会の浅田ひとしさんがツイッターにて、国民民主党の森ゆこさんが民間人を国会にて犯罪証を張りし、個人情報を勝手に公開した事件に対して、このように猛烈に批判をいたしました。 面積特権に守られ人権を無視し何を言ってもお咎めなしと言い直る姿は何をやっても刑事責任を問われないことを知った上で凶悪犯罪に及ぶ14歳未満の職法少年と同じ参議院は良識の府という看板を下ろせとなっておりまして、まあ、こちらおっしゃる通りでございますので国会には早急に 森子さんに対し、懲罰を課していただき、こういった事件を放置してしまいますと、今後も国民が国会議員によって被害に遭い続けることになりますので、このような事件がこれ以上続かないように、徹底的に厳しく、 対処していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました